あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。んで、素材集めに行ってたら途中サブクエストみたいなのがあって、でそのサブクエストをクリアして、これ見える？屋根がね、作れるようになりました。ってことで次は、次はここか。なんか二人ともついとる。二人ともついとるということは、ちょっと珍しいけんこっちの方行ってみよっか。ふふふふふ。なあ、あゆな。そろそろ私の知識を活かしてみないか？そっか、この子こういう喋り方やったっけ。ん？そんな得意げな顔しても、どんな知識を持っているのか知らないだって？君は無礼なやつだな。病から復帰した時に話をしたじゃないか。実は私は以前旅の途中に出会った伝説の鍛冶屋の子孫なるいかつい男からとある金属について話を聞いてね。金属に関する知識には自信があるんだ。こいつが子孫なわけではないんだね。金属を加工して強い武器や防具を作れば来たるヘルコンドルとの戦いにも役立つはずだ。アイナ、ひとまずこのリミュルダールをくまなく探して金を5つ持ってきてくれ。そうすれば銀の活用方法を教えるぞ。素晴らしい、銀を集め終わったんだな。あ、多分素材集めの時に一緒に集めとったんかな。しかし、こんなカッチコチで武器を作るのは難しそうだ。はっ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 は、こりゃ参ったな。はっはっはっは、え？え？その後は？おお、私待ちか。これが無言の圧力というものなのだな。え、何が？君なら何か思いつかないか？銀を加工して素材として活用する方法を。金の加工法を思いついたら、思いついた加工品を実際に作ってみるといい。そうすれば君のことだ。そっからまた何か思いつくこともあるだろう。あゆな、私はこの町に来てまだ日が浅いが、ここのことは気に入っている。必ずこの町を守ってくれ。そしていつの日かヘルコンドルを倒すんだ。ほら、噂に君のひらめいた時のあれを見せてくれ。ん、考えよる。クエストコンプリート、命の木の実。ん、思いついた？お、思いついた。液体銀をひらめいた。常に液体になっている銀。それを作れってことか。さっき硬すぎて加工できんみたいなこと言ったもんね。てか、あの子顔かわいいのにさ、喋り方が残念だな。え、液体銀ってどこで作るの？レシピではわからんのかな。液体銀、液体銀。あ、ここにある。銀、ネバつく液体。あれ、ここの部分。もしかしてそのままあの場所やった？お。もう何でもかんでも私はね、あっちの台の方に行こうとしてしまうんだけど、あ、これ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 。あるじゃん。お、作れた作れた。なんか思いついた？鍵をひらめいた。液体の金属に魔力を込めて作った鍵。鍵のついた扉を開くことができる。鎖片扉をひらめいた。布と金属製の糸を編み合わせた頑丈な服。ハヤブサの剣をひらめいた。とても軽くて丈夫な金属で作られた剣。一度に2回攻撃できる。え、めっちゃいいやん。聖なるナイフをひらめいた。魔を退ける銀で作られた投げナイフ。当てるとダメージ。不死の魔物に麻痺の効果。不死の魔物ってどれなんやろ。で、もうこんだけなんか。じゃあちょっととりあえず元老話に話を聞こうか。おう、あゆなよ、よくぞ聖なる雫の製法を思いついてくれた。聖なる雫があれば病だけでなく、この地の毒素も浄化することができるじゃろう。しかし、まずはじゃ、聖なる雫を作り、エルを救ってほしい。さて、聖なる雫の原料となる世界中の根源に生える聖なる草なのじゃが、世界中が枯れてしまった今、その草も失われてしまっておるようなのじゃ。しかしの、一つだけ探求者タルバが保管していたものがあるらしい。失われた保管庫の鍵さえ作り出せれば、聖なる草が得られるじゃろう。さっき思いついた鍵かな。アイネよ、頼む。なんとか保管庫の扉を開ける鍵を作り出すのじゃ。
そして、エルを救う歯の原料と、歯じゃね、薬の原料となる聖なる草を手に入れてきてくれ。コンパスに目的地が表示された。鍵はどこで作るんだ？レシピ。これ。え、この場所？かな？違う？鍵。あれ、これは違うのか。これは作業台？なんか何かを作るってなったら、私毎回作業台って思って走り出すんやけど、全然違ったりするんよね。作業台かな。あ、あったあった。これや。これで、鍵を一個作った。あ、で、さっきさ、あれよね。武器を思いついとったやん。あれも、なくね。ここじゃないってことか。こっち？こっちってどこ？こっち？こっち。ちげえ。ここはあれやもんね。あっちは、料理だから。でもたまになんかわけのわからん場所で座った。わけのわからん場所で作れるもんとかあるやん。なんでそこでこれが作れるのみたいな。あ、これこれ、はやぶさの剣。一度で二度攻撃できる。これ絶対いいやろ。はやぶさの剣を一個作った。はやぶさの剣は装備袋に入った。あ、一個しか作れん。じゃ、とりあえず、ん？そっか、装備袋に入ったんか。装備。で、はやぶさの剣を装備して、ま、とりあえずは鉄の斧を使っていこう。こっちからか。よし。んで、鍵はある。ってことは、さあ出発するか。旅立つ。あの鍵でよかったんかな。保管庫って多分前に見たあそこ違うかな。まあ、とりあえずは、要は旧の場所に行けばよいということだからな。よいしょ。ちょっとハヤブサの剣試してみようっと。試してみようっとって言っても別にわざと近づいていくことはないんやけど。まだまっすぐ。今のところあれだね。ゾンビはいないね。あ、骸骨がいる。うわ、気づいたし。なんでこっち向いた。は、間違えた。おお、すごい。めっちゃ楽なんだけど。じゃあ降りてこうか。あ、あっちの、え、あっちの方めっちゃゾンビおるよ。じゃあ骸骨に、うお、骸骨に気づかれんように。何？誰？はっ、てや、間違えてジャンプをしてしまう。ほっ。いやー、わらわらと集まってくるよー。ちょ、遠くから毒を投げるのはやめていただいてもよろしいでしょうか。うお、はっはっは。ああ、もう今までに比べて全然マシなんだけど。ほらほらほら。ね、いい感じ。ローラじゃないけど。ん？今止まったね、ピタって。ってことは、あの辺から。ほ、は？登っていこうか。あの辺に、行けばいいわけだ。なんかゾンビたちもすごいなんか、軽快にジャンプしよるよね。そっか、この辺行ったら、あ、あれは、ん？ここ。あっこ？あっこってなんだ？この辺？こ、なんかこの辺？え、ないっすけど。え、ここ？ん？ここっていう、あ、なんか全体的に四角くなっとるね。あっこ？あの入り口から入るってことか。なんか今あった。ね、多分全体的に四角くなっとるってことは、これ一個の建物なんやと思うけん。これ。これや。ここから地下に。
入っていって、どこ？こっちか。ボス的なモンスターおったりするかな？扉。あ、ここで鍵？ほい。どうよ。どうなのよ。まだ続くんか。なんかいきなり、なんかネオル。ドラゴンやん。ドラゴンじゃない。うわぁ。起きた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 。起きた起きた起きた。おぎゃ。待って、毒に侵されたよ。うお。これもあれかな。あれ？あ、待って、体力的にやべえわ。ちょ、薬草薬草。いや、ちょっとやめてもらえます？離れてたら毒されるんだね。オッケーオッケー。で、近づいたらこれがあるんだ。近くてもなるじゃねえか。お、お、やっつけた。早っ。やったね。初めて竜の鱗を手に入れた。これ？かがり火。これは？あ、初めて聖なる草を手に入れた。やった、これや。これで、これで帰ればいいのか。ね、依頼クリアできたってさっき書いとったよね。ってことで、出て、キメラの翼使おう。ん？これどこまであるんやったっけ？あ、あっこ？誰？ピキーンっつったけど。誰が私に気づいたの？どこから気づいたの？わからんけど、まあ帰ろ。拠点に帰ります。え、別にさっきのとこさ、中にモンスター他におらんかったよね。ピキーンとか言われても。ちょっと暗くなってきたけ、一旦寝とこ。ほい、寝る。そして、さあ、元老は。おったおったおった。ちょっと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 。閉山だった、これは。しかも扉越し。私も聞いた話だが、昔ここには探求者タルバなる人物が住んでいたそうだ。なるほど。何でも失われていく文明の中にあって、後世に様々な技術を残そうとしていたとか。エリアこの地の病を癒すために、彼が残したものが使えるといいんだが。取ってきたよ。あの、ちょっと。あの、ちょっと。おったおった。待って。待てって。うろちょろすんなって。え？どこ？いた。みんなあれ、地面で何しよん。おお、素晴らしいぞ、アユナ。これが聖なる草か。これがあれば、エレを救う聖なる雫が作れるはずじゃぞ。なんかよくさ、こういう調理するとことか、調合するとことかさ、作るとことかで、みんな地面でガサゴトしよるよね。しかし、どうやら草一本だけでは薬を作るには量が足りんようじゃの。アユナ、あと一歩なのじゃ。何か方法はないじゃろうか。考え出した。あ、とりあえずクエストコンプリートね。なんかこれいつもタイミングおかしくない？命の木の実。聖なる草の種をひらめいた。神秘的な花が咲く植物の種。畑に植えると聖なる草が生える。あ、自分で育てろって。そういうことっすか。じゃあまあ、うお。なんだい今の子は。じゃあ、とりあえず、一旦、この辺で終わっておこうかなと、思います。次は、まあ、元老話のあの、依頼を受ければいいわけね。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォロー、よろしくお願いします。ツイッターの方は、動画を見てきましたと、一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。今回閉山と話してみて思ったけど、前回のメルキドに比べて私多分この町の人の名前全然知らんな。